はい、皆さんこんばんは、よっさんです。こんばんは、ちょうさんです。ですね、はい、まあ、前回ね、古典の話とかね、まあ、してましたけど、今回もちょっとホビーに関係のない関係ない商品になりますね。ちょっとすみません、ティッシュ邪魔でしたね。ティッシュだ、うん、で今回はちょっと前にコーヒーをね紹介した時に、割るコーヒーもありますよって話が出たじゃないですか。はいはい、希釈するやつで、希釈するっていうのを知らずそのまま飲んじゃう人がいるんですよみたいな話もしてましたよ。はいはい、でその実際ねメーカーさんの方からよく間違われれるんですよと言われてた商品が、まあ、実際手元にありますので、はい、まあ、それをね今日ちょっと飲んでみようかなというふうに思ってます。はい、マナーモードしててくださいね。そうですね、はい、チーンチーンとマナーモードここですね。はいマナーモードしてください、ね、ちゃん撮影中は、ね、はい。で今回ねその紹介するのがこちら、最近出たばっかなんですよね、ネスカフェゴールドブレンドっていう、うん、でこのコク深めカフェラテ用っていうのと、どっちもコク深めカフェラテ用でしたね、無糖と甘さ控えめの2つがあります。でこれは希釈するやつなんですけど、間違える人がすごい多いということで、うん、間違えないようにちゃんと蓋の上に4倍希釈っていうふうに書いてあります。はい、はい、書いてあります。なのでこの商品買った人はちゃんと間違えないようにねしてください。はい、でこのペットボトル1本で約12杯分カフェラテが作れるという商品です。うん、はい、で用意するものはこの割るやつ、はい、この4倍希釈のこの商品と牛乳で割ってカフェラテになりますよっていう商品なので、牛乳はご自分で用意してください。ということで今回牛乳も買ってきました。ラブの牛乳、イカルガ牛乳です。イカルガ牛乳、ね、はい、大地の響き。イカルガ牛乳はまあまあね、関西かな、イカルガ牛乳。で、まあちょっとこれで割って飲んでみようかなというふうに思ってます。はい、で割るときなんですけど、ですね、横にメモリがついてまして、はい、これですね、はい、でこのメモリ1個分で1杯分になります。内容量これ 490ml 入ってますね。そうですね。でこの本製品1メモリに対して牛乳を、約130ml 加えてお飲みくださいということになっております。なるほど、はい、でこれ開けた後は用冷蔵ですので、そのまま置かないように、で大体1対3で割りますってことになってます。はい、じゃあちょっと作ってみましょうかね。はい、はい、なんかこれなんかよく振ってご使用くださいって書いてあるんでね、振りましょうか。じゃあ一メモリ分ちょっと入れてください。メモリな、メモリ見なのかな。あ、ちょっと、はい、メモリ見て、あ、ちょっと待って、あ、そっか、こ上見なのかな、ね、当然、下見てた、何でした見るんですか。ずっと真っ黒やんと思ってたらさ、はい、はい、じゃあ一メモリ分入れましたかね。大体一メモリ分入れました。はい、でここに牛乳加えていきます。どうなんでしょうね、これ美味しいですかね。多分ね入れましょうか。170ミリは分かんないんでいい感じで入れます。ネスレさんなんでね。そうなんですよ、ネスカフェね。僕ネスカフェとネスレの違いが分かってませんでした、前まで。そうなん、うん、はい、ということで実際入れてみました。はい、じゃあちょっとマドラーで、マドラーでねちょっと混ぜて、うん、で一応出来上がった感じカフェラテなってます。色もね、あー、こぼれるなこれまた、あー怖い、あー怖い怖い、はい、こんな感じ色、はい、綺麗ですね。カフェラテの色になってますね。ちょっと飲んでみましょうか。はい、で僕無糖の方なんでちょっと無糖の方飲んでみますね。いただきます。はい、いただきます。っていうかさ、あ、美味しい？はい、飲む前から結構香りが深くて、うん、うん、これ美味しいっすよね。え、まだ飲めないか。あー、まろやか。うん、ちょっとそっちください。無糖美味しいっすよ、無糖。あ、これめっちゃ美味しい。あ、これめっちゃ美味しい、この甘さ控えめのやつ。なんか無糖の方はやっぱりなんか、うん、なんか
住んでるよね、大人な感じの。まあまあね、うん、感じ。甘さ控えめの方は、うん、なんか割とクリーミーさが引き立つっていうか、うんうん、あの甘さ控えめも結構おすすめかもしれない、うん、これ美味しい、美味しいですそれ、うんうん、あこんだけ簡単にカフェラテ作れたらいいですよね。そうですね、うん、カフェラテ用っていうことでね、あの普通のコーヒーをあのミルクで割ってカフェラテみたいにするのもあるんですけど、うん、それよりもやっぱこっちで作った方がやっぱ美味しいですよ。そうですね、うん、あれはもうそのボトルのコーヒーっていうのはそのまま飲むっていうね、うん、イメージで作ってありますから、これねあの普通に牛乳で割るだけカフェラテになるっていうことですごい美味しいですし、でまたね場所取らないじゃないですか冷蔵庫の。そうだね、これと牛乳さえあればすぐカフェラテ作れますから、うん、だからねあのお母さんね、子供を育てお母さんとかね、うん、パッとのカフェラテ作れてね、朝ねあとか仕事してる方もねカフェラテこう作るのめんどくさいけど、これやったらさっとね入れてね、そうだね、簡単に作れますから。あとゴミが出ないからね、あミルクとかやったらね、うん、このねそうそうそうこのやつね、そうそうそう、あのやつミルク違いますもんね、あれ油でしょ、うん、植物の、そうあれ油っす、だからあれ別にミルクでもなんでもないんで、あそうだ、普通のミルクの方がやっぱ美味しくできる、うん、うんように言いますからね、あのねぜひねこれ試してみてほしいなというふうに思います、うん、はい、はい、4倍希釈なんで間違えて飲まないようにはしないといけないですね。そうですね、うん、あのキャップにちゃんと書いてありますから、うん、さっきもね言ってくれましたけど、うん、4倍希釈、はい、このまま飲む人がいるんだっていうのはおっしゃってましたからね、熱する人方も、はい、うん、間違えないようにしてもらえないなというふうに思います、はい、で皆さんもねぜひねこの商品あの最近出たばちょっと前に出たばっかりで、うん、まだあんまりねあの知られてない商品ですっていうふうにはおっしゃってたので、うん、まあ、ぜひねあのまだ飲んだことない方はね一回飲んでみてほしいなというふうに思います。はい、はい、で今回はねこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画視聴ありがとうございました。ありがとうございました、もしですねこの動画気に入ってくれた方はグッドボタン、はい、またねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。